みんな卒業おめでとう。本当によく頑張ってきたと思う。先生が昔見た AV にこんないい言葉がありました。俺もう我慢できない。言っていい？これはすごい情熱に満ちたいい言葉だと思います。皆さんもね、高校に入ったらこの言葉を胸にたくさん頑張ってほしいと思います。まあみんなとの本当の、この別れは辛いです。そこで、先生が昔見た AV にこんないい言葉がありました。時を止まれ。みんな高校行っても頑張ってね。今日も寒いね、みねくん。寒いね。帰れる？え、いいの？うん、俺めっちゃ持ってるから。嘘。いいよ、あげるあげる。うわ、ありがとう、みねくん。あったか、気持ちいい。気持ちいいわ。気持ちいい？うん、めちゃくちゃ気持ちいい。ありがとう、ほんと。気持ちいい？うん、気持ちいい。こう、裏とかに当ててみ。裏？うん。こういうこと？気持ちいい。あ、うん、気持ちいい。ほんとだ。気持ちいい？うん。痛くない？痛くない。気持ちいい？痛くはないけど、うん、気持ちいい。声出していいよ。あ、うん、気持ちいい。うん、ありがとう。気持ちいい。うん、ありがとうね。あ、なんか助かったわ。はい、じゃあ今日から転校してきたお友達を紹介します。遠藤蔵之介です。よろしく。遠藤くんはね、東京の学校から転校してきた子なので、ぜひみんな仲良くしてください。今学期中にこのクラスの女子全員食います。ちょっと遠藤くん、外でお話しようか。先生も2学期中には食っちゃってますよ。うん、とりあえず外出てもらっていい？外には出しますけどね。うん、みんなちょっと自習しててね。合唱委員会からです。最近、特に男子、で特にミネなんですけど、あの合唱コンクールの練習参加してください。お願いします。本当にごめんなさい。これだけは言わせてください。何？あの本当に俺のマラがでかすぎて本当にすいませんでした。は？あの本当にマラがでかすぎてみんなに迷惑かけてるのは本当に違う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 、それだけは謝らせてください。本当にマラがでかすぎてすいませんでした。違う違う違う、あの練習に参加してないことで怒ってるの、はい、みんな。本当に俺のマラがでかすぎるせいで。言ってない。みんながすごい迷惑してるのは知ってます。知らないよ、あと知らない。それ本当にマラがでかすぎてすいませんでした。分かんない、ちょっと本当にやめて、言わないで、はい、それ本当にあのデカマラですみません。違う、関係ない、もういい、座っても座っても、うるさい、うるさい、キモい、キモい。これですね、マラがでかすぎてすいません。練習参加しないことに怒って、はい、座って。みんなには一応中学校3年間、この名前で僕は言ってきたんですけど、実は、これは本名ではありません。本名は、林田つとむと言います。一応まあいろいろあって本名は隠してたんですけど、まあこれからも峰先生って呼び続けてもらって構いません。ただ本当に申し訳ない、偽名です、これは。はい、まあね、偽名だからといって別に僕のね、なんか人間性とか変わるわけじゃないんで、まあこれまで通り峰先生って呼んでください。うん、ね、林田とはあんま言わないようにお願いします。はい、お願いします。起立。